皆さんこんにちは、森田ドラムスクールの森田です。今日はね、手足のコンビネーション練習として、シングルストロークですよね。右左このこれを応用した、手足のコンビネーション練習っていうのをご紹介させていただこうと思います。まずね、手足をね、交互に動かす、まあ、この右左で、両手が交互に動かしてるように、手足も交互に動かして練習をしてみてください。まずステップ1としては、足が表で手が裏っていうことをやってます。こう、まあ、ドンパン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 ですね。で、次は逆で、手足手がリズムの表になるので、まあ、手がリードする感じですね。パンドン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 、足がリードするパン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 と、手がリードするタンドン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 、これをまずはね、使い分けれていけるといいのかなと思いますかね。で、さらに慣れてきたら、ちょっとスピードを上げてみるっていう感じでやるんですが、いきなりスピードを上げてずっと続けるのってちょっとむずいんで、でさっきのパンドンパンドンからスタートして、これをね、2倍のスピードにするみたいな。パンドンパンドンパド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 パンドンパンドンパド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 、これもね、足がまず主体で、やってみるといいのかな。ドッパッドッパッドパ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 、慣れたら、まあ、逆ですよね。パンドンパンドンパッド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 、でまずね、これをやってる時にどうしても手足が一緒になっちゃうっていう人いるんですよ。こうパッドパッドやってる時にこの一緒になるみたいな人がいるんですが、まあ、それなぜそういうことが起こるかというと、足が上がるタイミングが遅くなっちゃうからなんですよね。手が入ってから足が上がるようなイメージになっちゃうみたいな。こう、足になってから足が上がって、ここが起きて、こう、ゆくゆくは一緒になっちゃうっていうのがあるんで、この手足を、手が入った時に足がビャーンと上がってる状態で、足が入った時に手が上がってる状態、こう入れ替わる。手で言うと右手が入るか入れないかぐらいで逆の手がこう上がって、で左手が入るとこう手が上がるっていう、こういうやり取りを手足でも行う。練習をしてみるといいかなと思いますかね。で、最後、この3番目、この交互の動作に慣れたら、さらにね、手を交互にしてみて、こうドンパンドンパンのこの右手を足右足左、足右足左にしてみるみたいな。どっちにスタートしてもいいですね。足から始まる方が得意な人もいるし、手から始まる方が得意な人もいるんで、まあ、やりやすい方で分離してみるといいかなと思いますかね。まあ、手足がうまく分離されたら、まあ、力も抜けてくるし、こうスピードも上がりやすくなるし、この8ビートとかのバスドラムです。本当に、ね、しっかりドスッと入れるようになったりとかするんで、手足をね、パタ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 こうめっちゃ速く動かせる必要は、まあ、そこまでないと思うんですが、まあ、足をね、ある程度こう自由に動かせるためにも、まあ、手足の交互を練習できてる方が、まあ、手足がね、分離されて、より良くなっていくと思うので、まあ、ぜひ練習をしてみてください。はい、そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。